はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。5時をちょいと回りました。4月は4日の木曜日でございまして、まったりしない夕方でございます。まあ温度はね低くないです。20度ですね、この部屋。千代田区18度でございまして、まあ悪くはないんですけど、なんだやろ、まったりしてませんね仕事してるからだね、きっとね。多分今日は原稿書いたんでですね、頭が冴えてしまったんですね。やっぱりぼーっとせなあきません、人間は。ぼーっとしてふーっとしてるのが一番いいわけですね。アドレナリンを出して、原稿を書くんですけどですね、そうやるとやっぱり覚醒してしまって眠たくもないですしね、よくないですね、あんまりね。頭がねこう働いてるってはよくないですね。やっぱりぼーっとしてあきませんわ、ほんまに。いや、ぼーっとしていきましょう、じゃあ、ロイターでございまして、これはですね2日と言いますから2日前ですね、今日4日ですからね、の午後6時56分にこんな記事が出ていました。中国 BYD 第一四半期 EV 販売が前期比 43% 減、首位陥落の可能性と。まあ首位ってね、ずっとテスラやったんですよねで去年あたり BYD が首位に返り咲いて初めてダッシュしたわけですよ、首位をね。それがまたテスラに負けるんちゃうかという記事でございまして、まあどうでもいいっちゃどうでもいいですけど、中国の電気自動車 EV 最大手 BYD が発表した第1四半期の EV 販売台数は前期比 43% 減少したって。急ブレーキですね、これね急ブレーキ 43% 減少、世界販売首位の座をテスラに明け渡す可能性が出てきた。テスラより売れていない。まあ、BYD、テスラと比べて安いというのが特徴ですからね。昨年第4四半期は過去最高の52万6409台でテスラを上回り、世界首位となった。まあね、一瞬でしたかね。深セン証券取引所に提出した資料によると、第一四半期の販売台数は30万114台、前年同期比では 13.4% 増加したが前期から 43% 減少し、テスラに抜かれる可能性がある。テスラは3日にユニャウニャウニャと書いてありますね。まあこれはですね、BYD もテスラも中国での EV 販売の伸びを減速すると予想している。テスラは昨年初めに中国で価格引き下げを開始、 BYD も2月から価格競争に参戦していると。もう今ね、中国はですね EV がですねもう熾烈な価格競争に入りました。去年のね夏頃に価格競争やめようなってみんなでカルテルっぽいものを結んだんですけど、こんなんすぐに中国人がこんなんねカルテルっぽいことやってね、紳士協定でやってもね、守られるわけないやんと思ったら案の定でしてもう叩き合いの価格競争をやってまして、テスラも巻き込まれています。もちろん BYD も巻き込まれていましてですね、なんていうか今 EV に対するこう逆風というのはですね、ヨーロッパアメリカではものすごい逆風が吹いてますね。日本ももともと日本 EV あんまり買ってませんからね、日産のなんたらっていうのは割と売れたらしいですけど、で中国はですね逆風といってもね、この政府がね、中国共産党の政府がまだ EV を応援してるんですね。だからフォローの数を増やしてて補助金も出してるんですよ。で EV でしょうもないあかんっていうのはニュースは一切出ませんから、中国のメディアには。それでも減ってるんですよ。それでも減ってるのはなぜかというと、一般の消費者がですね EV あかんって気がついたんですよ。気がついてですね、まあ言うてみれば口コミでですね EV あかんわあかんわあかんわという話になってるわけですね。多分あの旧正月のですね雪で高速道路に閉じ込められたっていうのは大きいんちゃうかなと思うんですね。あれはですね中国のメディアには載っていないけども、きっともうみんな知ってると思うんですね。であれ亡くなった方いるはずですよ、きっと。
だってね、雪で閉じ込められてるところにね、暖房もないなくて、食べ物もろくにないで、トイレもないわけですよね。衛生環境が悪い中で3日も4日も閉じ込められてね、若い人やったらそんなまあなんとかなりますけどもですね、年寄りや子供、小さな子供であれば必ず亡くなってる方がいるはずなんですよ。で、大きくて全く報道されてませんけどもですね、亡くなった方が三桁ぐらいいるんちゃうかなと思うんですね。でそれやっぱしですね、中国っていうのは一番強いですね、メディアは口コミなんですよ。SNS も一瞬は流れますけど、一瞬で切れますからね。一瞬で切れるんでですね、そのやっぱりあれ EV あかんでと、ガソリン車に比べたら全然あかんやんということがですね、中国人の間に浸透していたんじゃないかなと。で一気に売れなくなったわけですね。で前期の 43% 減って、これはですね、中国においても反 EV、 EV への逆風がですね、盛り上がってきたという感じがします。でこの後ね、やっぱりもっと続くと思うんですよ、全体的にこう脱 EV というのがですね、まあ未来永劫そうとは言いませんけども、ただしですね、BYD という会社はですね、今後 EV がガンガンいけるというですね、目論見のもとにですね、ものすごい設備投資をしてるんですね。で、その設備投資で作れる車、で例えばまあ300万台作れると。で、300万台作れて300万台売れるかというとですね、多分売れないと思うんですね。おそらく BVD なんて、BYD か、BYD はですね、1000万台ぐらい売れるつもりでですね、ガンガン設備投資をしたはずなんですよ。そしたらものすごく余るはずなんですよ、生産能力が。で、どうなるかというとですね、投資が回収できない、わけでしてですね、経営危機になります。で、今の中国ってね、金融が半分ね、おかしくなってるんですよ。で、はっきり言ってね、ここ4、5年耐えたらですね、きっとまだ EV の再びブームがやってくると思うんですね、性能も良くなって。その時までですね、BYD はですね、会社が、企業が存続できるんかなという気がします。前から言ってます通り、テスラなんてこの2、3年でぶっ飛ぶんちゃうかなと思うんですよね。今、世界中で EV に対する逆風が吹いてるでしょ。でそれに対してテスラの生産力は過剰になるはずなんですね。でそもそも高いでしょう。なんでですね、多分ですね、こうテスラの方が弱いと思います。設備過剰が BYD より大きいんちゃうかなと思うんですね。で BYD はこう生産をですね、こう増産し、あと生産設備をいっぱいその備え始めたのっけのところで逆にあったんで、テスラに比べたらまだマシかもしれません。詳しくは知りませんけどね。でもとりあえず、来年の今頃はですね、経営危機になってると思います。来年の今頃はもっと EV 売れていないんじゃないかなというふうに私は思いますけどね。はい。とりあえずこのロイターのですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。